カジオ・ブラッチリーニ・ポッチョ・ブラッチョリーニは、ルネサンス期イタリアの人文主義者、ルクレティウスをはじめ、古代のラテン語文献を見いしたことで知られる。イストリア・フロレンティーナ、1478ポッチョ・ブラッチョリーニは、トスカーナ地方のアレッツォ近郊のテッラル・オーバ村で、生まれた。早くから才能を表し、研究を進めるため、父とフィレンツェに行った。彼は、 ラベンナの序盤にマルプギーノの下でラテン語を学んだ。写本の筆行に抜群の能力と器用さを示し、フィレンツェの主要な学者たちから注目され、コロッチョ・サルターティやニッコロ・ニッコリと交友した。交渉人法を学び、21歳でフィレンツェの交渉人ギルドに加わった。1403年10月、サルターティとレオナルド・ブルーニからの強い推薦で、 彼は、筆書として、数キ教、バーリ司教のランドルフ・マリマルドに仕え、数ヶ月後に、ボニファティウス九世のローマ教皇庁小書院に招かれた。当時は、教会大分裂の時期であった。1404年以降、ポッチョは、ボニファティウス九世、インノケンティウス7世、グレゴリウス12世、ピサ戦室教皇のヨハネス23世、マルティヌス5世、エウゲニウス4世、 ニコラウス五世に仕えた。この間、教会大分裂を収束させたコンスタンツ公会議に随行した。ポッチョは各地の修道院を訪ね、古代のラテン語文献を探索した。その中でも1417年にドイツでルクレティウスのものの本質についてを見出したことが知られている。ポッチョはフィレンツェに人脈を持っており、これらの古典は写本で伝えられ、 ルネサンス期の思想に大きな影響を与えた。ありがとうございます。